はい、どうもウリです、はい、バングラディッシュのプロサッカークラブの伝統で、はい、どうもウリです、はい、今日はですね、キャプテンの仕事っていうかキャプテンになったらですけど、バングラディッシュが、キャプテン、はい、どうもウリです、バングラディッシュさあ、行くぞ。はい、さあ行くぞということで、バングラディッシュのプロサッカークラブではキャプテンがチームの選手、スタッフ、コーチ陣に T シャツをプレゼントするという超絶厄介な伝統行事がありまして、まあ、今回はその様子の方を紹介していきたいと思います。はい、街中にある屋台のカレー屋さん、陽気な店主ですね。はい、もう一度陽気をいただきました。はい、まあ、こんな感じでですね、露店のカレー屋さんがいっぱい、まあ、激戦区として並んでおります。これナスですね、真ん中で魚、一人用のとこや、いつかねこういうとこで切ってみたいですね。はい、もう昼時なんでね、どこのお店も満席です。バロバロバロ、はい、すごくフレンドリーですね、大人も子供も。でこちらはバングラディッシュのサッカー協会です。僕のね寮から歩いて本当に 2,3 分のところにあります。ベッカム、レフトレフト、ベッカム、バメバメ、ナオブレッドブレッド、How are you? Good? これ靴の修理屋さんですね。こういう風にサッカー選手のねスパイクなどを、はい、修理しております。バングラ犬This Pepe. This is Pepe. Pepe、はい、パパイヤですね。はい、こちらはですねダッカ空港までの電車が2022年に開通する予定でおります。はい、前からは警官と散歩する一般人が、日本じゃありえない光景ですね。はい、出し惜しみのないクラクションが、バングラの街中で響き渡ります。クラクションと力車の音ですね、あと人の声、喧騒です。鳴らされなかったことはないですね、道路を渡るにあたって鳴らされないことはないです。この国ではものすごくねエネルギーで溢れている国だと思います。すごいなんか人間力を感じるような、まあ、まだマシな方でしたね、これカオス具合は。でこちらユニとかね、ジャージとか売ってる、お店ですね。はい、これはバングラディッシュナショナルスタジアム、国立競技場ですね、日本でいう。ここでねよく試合はします。僕ら、ホームスタジアムは違うところなんですけど、ここは以前ホームスタジアムで使っておりました。でスタジアムの下のお店は全て電化製品です。はい、気のせいかバングラディッシュ人が夕暮れ時に朝だねと発言をしておりました。はい、こちらは体重計ですね、10タカで体重が測れます。まあ、正確なのか分かりません。で右がサッカースタジアム、さっき言った国立競技場で、左はホッケーのスタジアムです。はい、ペペペペパパイヤ、リモコンが大量に売られてたり、こっちは充電器ですね。これはなんだ、なんかあれですね、イヤホンとかそういう系ですね。もう人の邪魔になっちゃうんで、あ、ガラケー、これはスタンドですね、あの携帯を挟むクリップ、スピーカー、もう人の邪魔になっちゃうからね、結構急がないと。あ、これバングラの大判焼きです。20タカで買えます。外はね甘くて、中はね、内側に卵が入ってるのがバングラディッシュ流大判焼きの特徴です。初者キュウリですね、このキュウリに、塩をつけて食べるのがベンガル流です。道路の渡り方、はい、あのね、一歩間違えたりね、一瞬逃すとハマるんでご注意ください。はい、縦も横も大渋滞、吐き分けます。もう行ったもん勝ちなところありますからね。はい、道路を渡ってからは、まあ、こんな感じで
バザーのようにね大量に服が売られております。まあ、よく東南アジアとか旅行に行く人なんかはまあこのような光景はしょっちゅう目にすると思うんですけど、こんなね人が、溢れ返ってるのはねあまり見ないですよね。なかなか日本ではね、まあ、マスクしてる人もいればしてない人もいます。ちなみにこれ撮影したのはですね2020年の、12月です。なんで今から半年ぐらい前ですね。コロナもね結構落ち着いてた時です。はい、まあ、ちょっとねよそ見したり人に突っかかるともうこういう風にベッカムは慣れてるんでスタスタ行っちゃいます。だいぶ離されます。はい、店主がなぜか電線にブチ切れ。よく見たらですねあの頭上にあの一番上の、はい、ここの丸に鳥がね2匹いまして、多分糞を落としてたみたいで、ガン切りしておりました。背広ですね、これ背広を、何着ぐらいだろう、これ10着ぐらいまとってましたね。まあ、こういう風に販売してるおじさんもいます。はい、バーガーうまそうですね。はい、路地に入って、前々回かあの2個前の動画でですねあのスターモスクに行ったやつ載せたじゃないですか。その時にサッカーマーケット外から映したサッカーマーケットが、こちらになります。あの廃墟のような4階から5階ありますね。ここはよく、サッカーファンや、チームのサポーターなんかもここであったりします。まあ、なんかザ・アジアのマーケットって感じですよね。ちなみに売られているものはどの店も似たようなもんです。まあ、その中でも知り合いのねよくお世話になってるお店に行きます。はい、これをね買いました。アディダス、中国からね輸入したものらしいです。まあ、チェックして、はい、1枚550高の T シャツを50枚購入しました。まあでも実はねこれ配る前にね誰かに直前で盗まれて、まあそういうのあるんですよバングラ、身内のものを盗むという。まあでも49枚になってさらに1着後から購入したっていうのもここだけの話です。まあそんな感じで最後までご視聴の方ありがとうございました。よければチャンネル登録&高評価で応援の方よろしくお願いします。